金次郎です&ケイジ君も入りたいらしいです今日は。で、すごい、まあ今日はですけど、すごいベーシックな、まあ、トレーニングプログラムっていうか、その強くなる、まあどうやってウェイトを上げていけばいいかっていう、まあすごい簡単なプログラムを紹介したいと思います。で、例えばこういう 5×5、まあ、5レップ、まあ、例えばまあバックスクワットとします。で、結構、まあ、こういうふうに例えばまあ1周目をまあ40キロ、2セット目50キロ、あ、ごめんなさい、1周目40キロです、2セット目50キロ、3セット目60、4セット目70、80、これまあキロですね、40、50、60、70、80キロってやったとします。で、ここからまあ、例えば次の週5キロずつ増やす、45、55、65、75、85、これはまあ見た感じもちろん、まあ、ウェイト上げてる分強くなってます。これはすごいいい上げ方だし、もうまあ安定して、強くなるのはまあ間違いないです。で、例えばですね、じゃあここからまあ、例えばまあいろんなバリエーションでここまあ85キロまで行ったけど、ちょっとまあフォームが不安定になったとか、85キロ以外ちゃんと誤解できませんでしたってなった時、ああじゃあどうしよう、増やせないなって思ったら、じゃあ例えばこの最終セットをちょっと軽くしてあげて、ここ他の4セットをウェイトをちょっと上げていく。なので例えばここ3周目は、なので最後の最終セットはちょっと軽くするけど、60キロ、65、70、75、80キロにすると。で、そうすればこのフォームが崩れた85キロより軽いので、一応フォームはしっかりできます。でもここで他のセットでちゃんとウェイトを扱えてる、ボリュームがトータルの動かした量が増えます。で、例えば4周目同じようにトップエンドの、まあ、80キロは一緒だけど、60、70、80、80、80って感じでやっていくと、見ていけるとこのただここの最終の重さとかではなくて、そのメニューでトータルの運動量、なのでこれはトータルで300キロの重量を動かしてます。例えば2周目これは325キロですね、増えてます。まあこれはもちろん5キロずつ増やしてるので分かりやすいですけど、例えばここ85キロを80キロにして、こっちを上げた時、これはこれも350キロですね。ちゃんとトータルのボリュームは増えてます。で、最後も370、そうで、トータルのボリューム増えてます。なのでこう最後のピークの重さだけにこだわらず、トータルの動かしたボリュームとそのウェイトを計算すれば必ず強くなっていきます。で、例えばじゃあこれ4週間のサイクル終わりました。で、この同じ数字で例えばこれを全部 6×6 にしていく。なので次の週はこれを 6×6 にした時には、トータルのレップ数が30なので、25回のレップ数が30回、36とかにした時に同じ重さに戻すけど、また結局これはトータルの、動かしたウェイトが上がっていくので強くなってます。なので、何キロ最後に一番重かった重さだけこだわらないで、トータルに動かした量を計算すると、そのまたトレーニングプログラムっていうのがまあ面白くなります。で、そこでどれだけ強くなったかっていうのも計算していけます。なんかありますか？何も喋ってないですけど。ありません。ありません。もともとこれケイジ君の質問で出てきたんですけど。そう僕が質問したから。もともとケイジ君の、まあ、質問でこういう感じで答えたんですけど。では、まあ、こういうトレーニングプログラムにもついてこう話していきたいと思うので、他にもプログラムについて質問ある方はどんどん質問してください。以上でしょうか。ありがとうございます。お疲れ様です。